G 先輩です。ノクタン。G 子だよ、ノクタン。呪いの館に入ったはいいけど、謎解きが多すぎておめおめ帰ってきました。あらあら。回復はもちろん、ポーションは補充しておきたい。そうね。いただきます。ついでに武器も見てみるか。そうだ、これがあった。一個しか買えないな。これはつまり炎は反射できないってことだよな。中途半端だね。そうなんですよ。それならアイスシールドで十分かなと。鎧の方は強化すると耐性が2つもつくのか。気絶耐性。ってもしかして雷がつくあれかな。飛べなくなったやつ。それともスケルトンに攻撃されてピヨピヨしたあれかな。一瞬動けなくなるやつか。まあ耐性がつくのは悪くないけど、その度に装備を変えるのはやや面倒だな。敵の攻撃を覚えないとダメだもんね。ということでとりあえず防御力を上げます。これなら間違いはないわけで。そうね。つまりオニキスアーマーを使わないことになるけども、結局アイスが優秀っていう。さて、例の望遠鏡の中ですが、結局5、6回はチャレンジしてますが全部無駄です。何をしたらいいのかわからず結局強制退出。もう諦めます。何かが足りないのかもね。ここはさすがにできるかな。いきなり始まるからなぁ。本当は全体を見てからやった方がいいんだけど。まあそうね。スイッチを押すと上に、いやいけないよな。最終目標はこのブロックか。ああ。なるほど、この上のやつを下ろさないとダメと。いろいろ手順があるのね。あ、上に登れるのか。ただジャンプ失敗。だけど行けちゃうという。このルートで良かったのだろうか。なんだかんだで壊せたね。試してみるか。これで水は渡れるはず。ただ意味あるのか。意味なかった。もう一度上に戻しておきました。なんか大変ねー。ただこれだけのことです。やっぱり宝石なんだね。進むべきは右か。あ、でもゾウにも入れたよな。やっぱり必要な手順なんだろうね。うわ、ここにも出てくるのかよ。もうあいつトラウマなんだけど。すぐ吸い込まれる。いっぱいいるな。こいつらを倒せってことか。急がないとまた吸われちゃうよ。ハートは諦めよう。これも反射か。上にあるね。うわ、やっぱり来るの。あ、そういえば何時って言ってたっけ。確か0時って。しまったー。行き過ぎた。結局吸われるっていう。途中の赤いお化けはただの敵でした。無視すれば全然余裕あるし。なんだ、鐘の音に合わせて空気が漏れてる。
ペペログだった。マジかよ。あれ？この隙間でなぜか変身できない。その広いところでも。はい。当然ここでもライオンになれないので、あいつを押せないんだよな、と思い込んでます。ヘビでも頭突きできるのに。あらら。まあいずれ気づきます。前回来たここですが、こっちに行ってませんでしたね。大事そうじゃない？しかもあいつの像があるんだけど、なかなか気持ち悪いな。自分が椅子かしら。仕掛けの中は絶対こいつが出てくるのか。ある意味時間制限ってことかもね。落とせってこと。なるほど。おい、それ面倒だからやめてー。どうやら全部に入りそうだね。もう？ただ仕掛け自体は楽だから助かる。あれ、左はいいの？やっぱり全部入るんだ。面倒。ここはあいつがいない？マジかよ。いたじゃない。どうしろと。ちょっと。なるほど、どうやら絶対捕まるっぽいな。むう、登れないし。時間稼ぎされてるねー。私が温厚だからいいものの、もう少しふざけるとやっちゃうぞ。怖くわついにあそこに入っちゃったか。なんか嫌だな、私も入るの。そうか。今度はお化けに邪魔されないってことか。なるほどね。邪魔されてるよ。他のお化けがいた。うわ、しかもこれ破壊されそうだな。ピエン。次で最後か。もう勘弁してほしい。なんだよ。私が押すと2回動いて、あいつが1回戻すってこと。どうやらそうみたいね。じゃあ別に難しくないよな。結局1回ずつ動かしているのと一緒だし。そうなるね。これでいいってことじゃないか。初めての共同作業です。どうぞ前の方にお越しください。結婚式じゃないんだから。さすがに終わってくれよ。あとは倒せってこと。長かったねー。めっちゃ遊ばれた。ようやく鍵か。礼拝堂ってどこ。雰囲気的にはここっぽいですよね。確かここにありました。
超瀕死なんだけどなぁ。まだ謎はありますか？すべての部屋にあるのね。もうそういう意味の呪いの館でしょ。お化けとかじゃなくて面倒的な意味の。謎という呪いね。お、来た。はいはい。あれ？これってつまり向こうに光が通ったか。言ってるっぽいね。ようやくだよ。あ、テーブルがあった。これはもはやおまけ。はいはい。ふう、ようやく光源ゲットだよ。多分言ってるよね。おお、やっと動き出した感があります。おい、いよいよって時になんだね。邪魔しないでもらえるかな。ここぞとばかりに集まってくる。もうやめてちょっとずれてるか。まあそれは後で直すとして、これだよな。ただこのまま落とすと戻っちゃうってことか。なるほどね。意地でもただではやらせないということか。マックマリの目。は？死んでる。はあ？ふざけろし。え？こっちもハマってる。もう呪いの館怖いよ。こういうことか。ふう、すっかり時間食ったよ。これでいい。いいみたいね。ここまで伸びてました。よし、まあ大丈夫そうだな。はあ？また邪魔されてる。おい、そろそろ怒るよ。さすがの温厚の T ちゃんもそろそろだぞ。その呼び名は初めて聞くけど。貴様、戻ってこいやー。まあまあ落ち着いて。ずれてるし。オッケー。もうマジでなんなのさ。ようやくここまで光が来たのね。それ以外の謎が多すぎです。光だけでも大変なのに。確かに。ここは動かせないのか。この上か。あ、なんだ一発。気持ちいいね。しかしまだ終わりじゃないと。はい。逆になってる。醜いよと嘆きの底の防衛のために、さらに反対にした映像も出しておきます。そちらで見ると別に難しくない場所なのに、全然うまく進めないものです。これはきついね。しかも床が動いてるし、いやらしすぎでしょ。っていうか本当にどうなってるのここ。さらに邪魔してくるか。ただ左右反対なだけでも混乱しますが、ジャンプすると下に来るのがまたわけわからなくなる。両方見ていると余計混乱してくるよ。そうですね、どちらかだけの方がいいかも。もう帰らせてくれー。大
頼むから。もう。やったー。やっとね。ここもあるんだけどな。さすがに無理そうだよな。だよね。これ、下でも試してみましたがやはりできませんでした。どうやらまだ別の方法があるみたい。どんだけ仕掛けがあるの？え？え？やっぱり動いてるな。あ、踊ってる。ドラキュラにこんな面があったような。こうして見ると可愛いのにね。いた？え、ついに会えた。ふざけろー。マジで大変だったんだから。まさかまたレース。絶対普通の人じゃないよね。うわはやー。なんだあいつ。さすがにライオンダッシュじゃないと無理か。ってトゲ。え、どうするのこれ。いきなり終わったんだけど。もう負けたの。なんかおかしいぞ。やっぱりそういうことか。スタミナ回復がおかしな位置にあると思ったら。なるほどそういうことか。ここはあいつの後を食えていかないとダメなんだ。ただ走るだけじゃないんだね。厄介なレースだな。もう。いつだって本気を出してます。あ、もう。一度失敗するともうダメだ。ほらー。よく見るとドラゴンマークなんですね。つまりここで変更しろってことか。ひどい。これは難しい。地味に最初ライオンにするのも焦るんです。どっちを通るのかはランダムみたい。下ばかり通ってくれると楽なんですが。そうなんだね。ここで遅すぎると失敗です。あーもう？よっしゃ、ようやく突破できたぞ。今度は豚さんね。ボムを使えってことか。急げー。足を細っ。食わせるな。次は帰る。むー、初見でよく対応してるぞ私。いいよ頑張ってー。勝った？やったー。途中からいなかったよね。そういえばずっと姿を見てないよね。絶対に返してくれるし、腫瘍をつけてくれてたりします。そこがどっちか微妙だよね。
なんか師匠みたいになってるし。めっちゃいい人に見えてきた。くぅ、私は忘れてないからね。この館での仕打ちを。どういう関係なんですか？もう今日はここまで。ようやく無限に飛べるようになった。しかも炎まで。やったね。ほらー、ノクターン。またね、ノクターン。